共同通信の副島です。別件で都知事選の対応についてお伺いします。繰り返し何度かお伺いしていることで恐縮なんですけれども、改めて現時点での維新の対応の、検討状況をお聞かせください。これコンディションはあまり変わってないし、表で言えることというのは今のところ新しいことは何もありません。一つこの東京のこの都知事選挙というのはやっぱ東京都政をどうするかということでありますから、都政に対しての、我々がこう訴えたいという政策軸と、そしてそれに見合う候補者というのがしっかりと合わさって初めて戦いに臨めるものだし、蓮舫さんが正式出馬って言ったのかな、ちょっと分からへんけど、小池さんと蓮舫さんという知名度のあるお二人に割って入ってですね、価値をもぎ取る戦いというとなると、なかなかそんなに簡単に名前が上がってくるものでもないという中で、我々としては独自候補の擁立を基軸として最終最後まで頑張りたいというスタンスは変わっていません。